のパンはっていうあのコメントがあったんですけれども、今日何だと思いますか？今日はですね、ちぎりパンにしました。ちぎりパンってご存知ですか？はい、そうです。白くてモフモフしてて、赤ちゃんの腕みたいになってる、なんかもちもちもちってしててそれを一つずつちぎって食べるものなんですけど、それのチョコクリームバージョンにしました。はい、美味しくて食べやすいのですごくいいですね。私なんかパンキャラみたいになってるんですけど、もともとパン大好きで、パン屋さんで働いてたんですよ。はい、そうなんですよ。スポーツジムのアルバイトをしてたって言ったことがあるんですけど、その前はパン屋さんで2年間ぐらいアルバイトをしてました。はい、なのでね、結構もう2年なので長くて、で毎回働いた時に締め作業が終わった後に余ったパンを持って帰れるんですよね。で、はい、で結構1人15個ぐらいまで持って帰っていいっていうことだったので、私毎日のようにいっぱい持って帰ってでバイト終わった後の夜にメロンパンとかクリームパンをいっぱい食べて幸せってなってたんですけどそれを2年間続けてたら、みるみるうちになんか鏡の前の自分が丸くなっていくんですよ。あれ、どんどんなんか自分自身がメロンパンみたいになってきちゃってこれはちょっとどうにかしなきゃいけないということで、スポーツジムで働いたら、まあちょっと運動しつつそうなんですよ、つながってたんです。運動しつつ、まあアルバイトもできていいかなと思って最初にそのスポーツジムで働き始めたのはそれがきっかけでした。なので筋トレが好きで始めたっていうよりは、なんか最初はランニングマシーンとか少しバイト終わりに使えたらいいなみたいな気持ちだったんですけど、気づいたら筋トレにハマっていったっていう感じです。はい、パン屋さんとか、なんか飲食店で働くとそこの美味しいものを食べれるっていうのがすごくいいですけど、まあ、食べ過ぎには注意ですね。うん。いや、まあそのためにバイトしてるわけではなくて、真剣に働いてましたよ、ちゃんと。パン食べるためにバイトしてたわけじゃないですけど